横浜 B コルセアーズコルスコルスは B リーグ横浜 B コルセアーズのマスコットキャラクター。サンリオでハローキティと多くのキャラクターデザインに携わったクリーフ・モモセ・ヒロユキがデザイン。コンセプトはブースターのシンボルとしてチームを応援し夢の実現のために貢献できるキャラクターであること。横浜海賊とのキーワードから海から生まれた少年。 をイメージされている。2011年9月に遺書が発表されたが、その時点では名称は未定であり、公演会員の投票により2011年10月13日にコルスとして発表された。コルスは海から生まれた波の神を持つ水亀座の8歳の少年で、彼の父親は横浜 B コルセアーズのプライマリーロゴに描かれている海賊船長ミスターコルセア。 明るく素直な性格で海賊仲間の人気者であり、将来の夢はプロのバスケットボール選手になることである。2018から19シーズンは横浜 B コルセアーズのホームゲームでコルスが課題にチャレンジし成功した場合にはブースターにプレゼントを行うコルスチャレンジがスタートした。 29回チャレンジのうち15回を成功させており、成功率は51.7%である。ありがとうございます。